皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドパート32やっていきましょう。今回もポケモンリーグに向かってチャンピオンロードを進めていきたいと思います。チャンピオンロードって最後の試練感があってワクワクするよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 MK さんはチャンピオンロード大好きでございます。はい、じゃあここ上行きまして、今度はおっと、なんかアイテムありましたね。こういうところに隠されてるアイテムって結構いいものが多いんですよ。じゃあここ一旦ギアチェンしてゆっくり行って、オッケーオッケーオッケー。はい、この手前に降りたら拾っていきましょう。 PP リカバー、まあ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 四天王戦とかでは使うかもしれませんね。はい、じゃあここは早くして、今度は上乗り越えていきましょう。ピョン、あ、なんもないのか。あれ、なんもない。こういうところなんか落ちてそうだけどないね。そしてトレーナーもいないと。ってことは上は完全にアイテムだけのところだったんでしょう。じゃあ下、あっと、こういうのは頭使うな。こう来て、こう来て、こうか、天才か。もしかして MK さん頭いいのかもしれん。はい、そしたらスプレーを使いつつ、うーわ、エリートトレーナーか。まあ頑張っていきましょう。君は見ただけで強いとわかるでしょ、よく言われる。で、今回レントラーを先頭にしてるんですけど、どうかな。前回まではね、結構刺さってたんですよ。はい、そしてエリートトレーナーのゴー、お、ゴーアニメではない、アニメのゴーを意識した手持ちにもなってないか。はい、じゃあそのゴーではないんでしょう。ダイパの頃からゴーかな、この人。まあまあそうだろうな。今5を追加するんだったら、うん、意識した手持ちにするでしょう。はい、ということで、うわ、これ10万しかないけど、ギャロップだったらエンペルトの方良かったな。10万ボルトで倒せるんでしょうか。オッケー、倒せるね。案外いけるね。はい、ということでギャロップ倒しまして、どんどん来てください。次のポケモンはマスキッパ。マスキッパはさすがにレントラーじゃきついな。じゃあここはムクホークにしましょう。マスキッパは草タイプですので、まあ私はね、なんだっけ、ブレイブバードで行きたいと思います。で、ブレイブバードはいいんですけど、そういえばね、私ちらっと実況外でさ、なんだったっけ、性格気になってさ、タビパの性格見てたら、全然合ってないわ。確かこのムクホーク攻撃加工補正だった。まあまあでもいいんだよ、別にタビパだったらさ、あんまり関係ないじゃん、レベルでご利用せるから。まあいいんですけど、なんか一回気になっちゃうと気になっちゃうよね。ちょっと見る。まあこの戦闘終わったらみんなで見てみましょう。はい、で経験値をもらいまして、次はラムパルド。ラムパルドはムクホークだときついな。ここは、うわ、でもルカリオも微妙だな。エンペルトにしよっか。じゃあエンペルトの波乗りで、ご利用したいと思います。ルカリオの波動弾でもいいかなと思ったけど、いやでも地震とかで切り返されたら多分やられちゃうんで、ここ、うわ、でもエンペルトも鋼入ってんぞ。いやでも一回じゃさすがにやられないか。はい、で相手は型破り。型破りはこっちのね、特性の効果を受けないという特性でございます。なのでエンペルトでいうと、まあ激流が発動してもラムパルド相手だったら激流の補正はかからないということですね。はい、ということで倒しましたラムパルド。これで終わり。3体だったような気がしましたが、お、ミミロル、そろそろ懐いてると思うんだけどな。進化してください。はい、でここでゴーとの勝負に勝った。どうよ、見た通り強かったでしょ。はい、で6000円ももらっちゃっていいの、ありがとう。うわ、進化しないし。でここ上行って、意味な。じゃあゴー戦う必要ないじゃん、ちょっと。マジかお前。マジで戦う必要、あ、ミスター、これミスってるね。うーわ。ちょっと頭使わないといけない。あ、そして手持ち見ましょうか。ポケモンの欄で、じゃあレントラーから、強さを見ていきましょう。補正がここでわかるんですけど、ほら、レントラーが、いつも特攻使ってるのに攻撃の方が上がりやすいんだよね。まあまあでもこれは加工じゃないから、まあいいでしょう。で、おっとっとっと、あ、たた、違う。あった、違う。こう。エンペルトは、まあ特防上がって防御下がるだから、まあいいでしょう。で、ほら、ムクホークが、これ、攻撃下がって特防上がるのね。まあ攻撃下がるの微妙だけど、まあ言うて、元々のね、種族値が高いから、まあいいっちゃいいでしょう。そしてルカリオはまあオッケー。素早さが上がって特防下がる。で、ミミロルは今どうでもよくて、ほら、ガバイトもさ、攻撃下がるんだよね、これ。性格的に。まあでもしょうがないわ、もともとが高いからいいとしましょう。はい、そしたら一旦戻りまして、もう一度パズルを解いていきたいと思います。さっきのところ頭つかんないと無理だぞ。はい、じゃあここ岩砕きしまして、ちょっとみんなで考えよう。こういうパズルゲーム私あんまり得意じゃありません。そしたらここは怪力で押しまして、そこに空手王がいるな。
あ、空手王じゃないか、あいつ。ベテラントレーナーか。で、ここ下下げて、で、ここね、落ち着け。え、無理じゃない？ちょっと待てよ。こう来て。え、無理じゃない？落ち着け。ここどうやって下行く？ここ下げたらもう無理だよね。え、ここ下げて。え、ここ下げるの合ってる？やるしかないよね。ここ下げて、こうして、で、岩砕いて。なんだ？え、無理じゃないもん。え、あれ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 ？怪力。これ押してったってさ、もう無理だよね。そこ。え、これなんかルート間違ってる？こっち側から来るのは無理ってこと？あれ？私の頭が悪い。ちょっと待って、もう一回やらして。もう一回やらして。私の頭が悪いのか、それとも来るルートがミスってんのか、どっちかだと思う。はい、じゃあここ岩を砕いて。いや、言うて他来るルートあったかな。まあ、あるっちゃあるか。はい、じゃあここ下降りて。スプレーを使って、ここはわかるんだよ。ここはさっきからいいんだよ。さっきのところよ、問題は。はい、で、ビーダル。これ、怪力はビーダルなんだ。そこはビッパじゃないんだ。まあ、それはいいとして。で、ここよ。待て。どう考えても、こっちを先に下げるしかない。ってことは、ここ下げる。で、なるほど。ここ、なあ、うまいね。天才か、任天堂は。ゲームフリークか。なんか詰まってる。いたいたいた。オッケーオッケーオッケー。うーわ、ちょっとむずかったぞ、今の。で、ここはスルーできそうだ。あ、できない。行きましょうか。今の私にポケモンリーグの四天王を倒せるか試してみる。お、いいですね。私を倒せれば余裕で倒せると思いますよ。はい、ということで、エリートトレーナーのアスカちゃん。使ってくるポケモンはピクシーか。ピクシーはフェアリー入ってるから、噛み砕くは抜群じゃないね。スパーだったら抜群だったんですけど、まあピクシーはフェアリーですからね。じゃあここは威嚇で攻撃下げまして、ピクシーも結構対戦とかで使われますよね。じゃあここは10万で行くしかないでしょう。ピクシー若干耐久高いから、これさ、一発じゃやられないよな、さすがに。はい、そしてムーンフォース。おっと、フェアリー最高火力を使ってくる。どれくらいから余裕だ。思ったより世の優でした。はい、そしたらもう一発10万ボルト。え、何匹持ってた今。アスカちゃん今1匹しか持っていなかったような気がしたんですけど、そして今急所に当てるんだったらさっき当ててくれい。なんで2回目で急所当てた。はい、で経験値をもらいまして、おっと、ドダイト、ドダイトス、まさかの誤算系。じゃあここはムクホークで行くしかないか。ムクホークのブレイブバードでぶっ破していきましょう。ドダイトスはね、そう、誤算系ナエトルの最終進化なんですけど、もう名探偵ピカチュウのイメージしかない。名探偵ピカチュウ見た人だったらね、もうドダイトスのところ、あのシーンでめちゃくちゃテンション上がったと思います。確かアマプラに来てたんで、まだ見てない方はぜひアマゾンプライム契約して見てみてください。 YouTube でアマゾンプライムのね、告知というか、まあ宣伝をするのはどうかと思いますけども、そしてあとは、そう、アマゾンプライムといえばアニポケも特別な1話配信されてましたね。アルセウスの見ました？ MK さん見ましたよ、アルセウスの回。おっ、コメットパンチ。いや、でもこれな、これ命中不安定なんだよ。90だよね。うーわー、微妙。まあでもメタルクロー4日さすがにか。じゃあここは、覚えさせておきましょう。そう、なんか全2回っつったかな、ちょっと記憶曖昧ですけど、アルセウスのね、そのレジェンズアルセウスを記念して特別編が、アマゾンプライム限定で配信されておりますので、まだ見てない方、アニポケ見ててね、アマプラのそれ見てないという方はぜひ見てみてください。待って、これは押し、え、あれ、なんかミスってたね今。あ、てか上から来るのが正解か、っていうか、あれ、わからん。わからんから、とりあえずあなた戦いましょう。こんにちは、お主のポケモンがどれだけ育ってるか見てやろう。よろしくお願いします。ベテラントレーナーだっけ、この見た目って。だよね、ベテラントレーナーのゴーマが勝負を仕掛けてきた。おお、かっこいいね。なんか迫力あるね。おお、トムクホーク。え、いいんですか、こっちレントラーですけど。そしてここはお互い威嚇で攻撃が下がりますけども、いや、でも言うてね、まあ、10万ボルトは特殊なんで関係ないでしょう。そして今私の方から威嚇が発動しましたんで、こっちの方が素早さが早いということになります。そう、特性のね、発動順も素早さ依存になりますので、なんかなんだったっけ、あれだ、ポリゴン2とかは、なんだったっけ、トレースじゃなくて、あ、ダウンロードか。ダウンロードで、こう、素早さをあえて下げるみたいなのありましたよね。なんか、命が、いや、いらないわ。
なんかの特性でデバフを食らってもその後ダウンロードで上げれるみたいな、そういうねやつがあったりします。はい、そしてうおーっと待てよ、そう、あとトレース合戦、あ、トレースじゃない、ダウンロード合戦とかあったなそう、ポリゴン2ってダウンロードにダウンロードみたいな感じになって、ポリゴン2って対面しちゃうと、まず、あー、これ変えればよかった、まあいいやそう、ポリゴン2同士で対面した時の対策で相手のポリゴン2を意識して素早さを調整するみたいな、そういうのあったな。はい、そしておーっと相手も噛み砕く、いやそんな食らわんだろう、防御が下がんなきゃいいですけど、 OK、 噛み砕くの防御下げは2割だったかな、3割だったかな、それぐらいだったと思います。で、相手今1段階防御下がってるんで、もう一発打てば OK、 さっきの 1.5 倍入ると、おーっと氷の、え、待て、もしかして自信覚えてない自信覚えてない説、あなた、ちょっとちょっとちょっと、それはなしではなしっていうか、それは甘えでは、さすがに自信は覚えさせて、覚えてるんかいもう今、もうなんでよ、今の氷の牙でしょう、普通に考えて、覚えてるんだったら最初から打ちななんだそれ、もういいや、じゃあ最初は、最後はガバイトでちょっと経験値だけでも吸っておきましょうか。そう、ガバイトは地面タイプが入ってるんで砂の効果は受けませんと。はい、そして竜の息吹で、あれ砂隠れかな、もしかして特製砂隠れだったら回避率が1段階上がりますよね。まあまあまあ一発で倒したんでどうでもいいんですけども。お、そしてガバイト40レベ、そろそろ進化してほしいな。はい、ということでゴーマに勝ちました、見事なり。お、いや、あなたも私のレントラー倒して見事なりでしたが、まあ私があれは喋るのに夢中になって、うん、交換を忘れただけですけどね。はい、じゃあここは、元気のかけら使いまして、モーモーミルクで回復していきましょう。あれ？あ、レントラーだよ。はい、レントラー回復して、ムクホークも回復と、ムクホークもさっきからブレイブバードのね、反動ばっか受けちゃってあれですね。そしてこれ戻ってからだったら、さっきのとこ行けるか？ん？あ、いけるね。はい、じゃあここ怪力で押して、よし、右側行きましょう。なんか落ちてるかもしれませんよ。なんかある？お、何？ちょっと待って、またなんかあれだな、パズルになってんな。ここはとりあえず脳死で押してよくて、でそこか、こう押すしかないよね。で、あー、いったいったいった、岩を砕いてさらに下に行くと、うわ、なんか上にはチャリの坂が見えるな。え、なんだなんだなんだ、ここ、お、なんかある、なんかあったぞ今。ちょっと待って、うおっと、ダブルもダブルもいたけど、ちょっと待ってね、先にここ取らして。はい、これは何でしょうか、回復の薬、ありがとう。こういうのは全部取りたくなっちゃうよね。で、上ダブルか、まあ、レントラーエンペルトで行くか、行くか、よし、じゃあ行きましょう。しかもエリートトレーナーマジか。さらに強くなるためダブルバトルを極めるつもり、さらに強くなるためダブルバトルを極めるつもり、同じこと言ってきた。今のはミス今のはこれ原作からそうだったんだっけ同じこと言ってきたけど、今のはなんかテキストがミスってたのか、それとも、もともと原作からそうなのか分かんないな。覚えてる方いたら教えてください。おっと、そしてナマズンがいるね。ナマズンは水地面タイプですんで、おっと、鈍感鈍感か、久しぶりに聞いたな、その特性。はい、そしてムクホークの威嚇でこっちの攻撃も下がっていく。ナマズンどうしようかな、まあ、冷凍ビームでゴリ押すしかないけど、じゃあここは10万ボルトをとりあえずムクホークに打ちまして、エンペルトは、冷凍ビーム行くしかないな。冷凍ビームでナマズン、ラスターカノンは今一つですからね。おっと、そしてまだレントラーよりもあれか、エンペルトの方が素早さ高いか。はい、でレントラーは10万ボルト、オッケー。いや、でも相手もな、やっぱり強くなってきたね。47レベだと、こっちもルカリオとかガバイトで、ね、ごちゃごちゃ経験値稼ごうみたいなのはちょっときついな。はい、そしてレントラーは59レベ、ミミロル上がったよ。ミミロルそろそろ進化してよ。で、な、おーっと、覚え、うわ、どっちも抜群だ。ちょっと待て、これ大丈夫？うおー、結構食らったな。で、はい、エンペルトとレントラーどっちも効果抜群。おっと、あなた1体しか持ってない感じ？はい、じゃあここは噛み砕くと冷凍ビームで倒していきましょう。まあ噛み砕く必要もなかったか。え？左1体しか持ってないってことは、多分右も1体しか持ってないですよね。はい、ナマズン倒しまして経験値もらった。お、エンペルト62レベ。いいね。はい、そしてダブルチームのアヤとジンに勝った。あなたはダブルバトルも強いのか？これどうなってる？
君はダブルバトルも強いのか。あ、これあえてだな。あえてあれか、一緒のセリフになってんのか、これ。ダブルバトルはね、やっぱりワールドチャンピオンシップスとかは、あーでいい。ダブルバトルが、基本ルールですから、ダブルの方がやっぱね、ポケモンって熱いんですよ。私は、シングル、おーっと、ストーンエッジ。まあまあまあ、あんま使わんか。ルカリオに覚えさせても、命中微妙だな。そう、ワールドチャンピオンシップスっていうか、まあ世界大会ですね。ポケモンの世界大会は、ダブルバトルで行われるんですよ。なので、まあ公式的には推奨対戦ルールはダブルバトルなんですけど、まあ、やっぱね、こう、本編で慣れてる人はシングルバトルを遊ぶことの方が多いですよね。対戦人口的にも倍ぐらいシングルの方がいるので、まああんまり正直、公式はダブル推しだけど、ダブルはね、あんまり普及してないというのが実際のところでございます。いやでもワールドチャンピオンシップスとか見てるとね、やっぱりダブルの方が深いよ。ダブルの方がポケモンはおもろい、絶対に。ただダブルの方が頭使うのよ、やっぱりむずいのよダブルって。だからね、ちょっとこう敷居が上がっちゃってる部分はあると思います。なんか本編中でもうちょっとダブルとかを押してくれれば、変わるのかなと思いますけど、まあダブルバトルが採用されたルビーサファイア、そう、ダブルバトルってルビーサファイアからのルールなんですけど、その時には2人ダブルバトルのジムリーダーがいたんですよね。フーとランカだよねっていう、双子のね、女の子のジムリーダーがいたんですよ。ソルロックとルナトーンを使ってくる、結構まあなんだろう、こだわりを持ってる子なんですけど、エメラルドだとね、確かネイティオとか使ってきたような記憶もありますが、そう、ああいう感じでこう毎世代毎世代一体ぐらいは、ダブルバトルのジムリーダー配置するのはありだと思うけどな。双子とかね、男女コンビとか作りやすいとは思うんですけど、ジムリーダーって未だにあの子たちしかいないよね。そうだよね、ダブルバトルでジムリーダーってフーとランしかいないよな。あー、なんかそこはやってほしいな。私には過去が見える。お、過去、別に私なんか恥ずかしい思い出とかはないですけど、サイキッカーのセリカが勝負を仕掛けてきた。可愛いね、セリカちゃん。お、リーシャン、久しぶりに見た。そう、リーシャン、あれ今回初めて見たかな。そう、このまあ見た目通り鈴のね、モチーフポケモンでございます。ポケモンって基本的に動物とか生物をモチーフにすることが多いんですけど、リーシャンとかチリーンとか、あとはまあコイル、レアコイルとか、そういうちょっとこう変わったポケモンは、まあ最近だとクレッフィーとか、あとダダリンとかもそうかな。ああいうこうたまにね、生物をモチーフにしてないポケモンもいたりするんですよ。で、リーシャンはそのうちの一匹ですね。いや、かわいいよね。お、そしてチリーンも出してくれる。そう、リーシャンっていうのはチリーンの進化前で、夏季進化でチリーンになるんですよね。チリーンといえば、アニメのね、小次郎のイメージを持ってる方、あとはまあ、送り火山のね、イメージを持ってる人もいると思います。そう、アニメでね、小次郎がずっと使ってたんですよ。ルビーサファイアの時に。で、チリーンとのね、お別れの回が、まあ、よく語られる、まあ、名シーンというか、ね、めちゃくちゃ泣ける回なんですよね。そう、小次郎はポケモン大好きっていう設定があって、その、手持ちのポケモンとかにすごい愛情を持ってね、接するんですよね。で、だからこう、まあ、昔からウツボットとか、あとマスキッパとか、当時はね、あと、そう、あと、あれ、最近だとあれか、飛んだ。毒タイプの毒水の名前飛んだ。飛んだイソギンチャクのね、ポケモンね、そうとかがこう小次郎にひっついたりするよね。まああれは小次郎がね、ポケモンをすごい大事に育ててるから、ポケモンたちが小次郎を大好きになっちゃうっていう設定なんですけど、そう、それでチリーンもね、よく小次郎に巻きついてましたね、当時。はい、そして、お、またあなたエリートトレーナーか。チャンピオンロード、なぜか旅の終わりを感じる。その前に君を倒すけどね。もう確かにチャンピオンロードは旅の終わり感じますよね。はい、そしてエリートトレーナーのマイトが勝負を仕掛けてきた。マイト、変わった名前だ。おっと、そしてドンカラス。やっぱレントラー刺さるな。なんかチャンピオンロードはレントラーが刺さりまくってますね。はい、ということで、じゃあここはまあ、10万ボルトでいきましょう。そう、そして送り火山のね、話をすると、ルビーサファイアは送り火山っていう、まあ、ゴーストタイプがよく出てくる、あとロコンとかも出てくる場所がありまして、ミナモシティのちょっと手前ですね。で、そこでチリーンが 1% だよね、確か当時。
1% の確率でしか出てこなかったんですよ、チリンって。でリーシャンってダイヤモンドパールのポケモンで、当時ルビーサファイアの時はチリンって進化前と進化後がないポケモンだったんですよね。でもう捕まえるのもめちゃくちゃ難しいし、それしか捕獲方法がなかったんですよ、マジで。だから本当に大変だったの、当時チリン捕まえるので。ダイヤモンドパール以降はリーシャンっていう、さっき見たあの進化前のポケモンが結構簡単に手に入るから、まあ夏木さえさせれば、夏木進化で簡単に手に入るみたいな感じになりましたね。私たちのぴったり息の合ったコンビネーション、あなたに対抗できて、エリートトレーナー2人組、その力はすごいぜ。いやなんかエリートトレーナーばっかになってきたな。ちょっと強いからやめてほしいんですけど、ダブルチームのミナとタツ、チャーレムとギャラドス、おお強いポケモン使ってくるね。いやギャラドスかっこいいよね、やっぱりなんかギャラドス結構出てくるね。おっと、そしてチャーレムはまあヨガパワーという、まあ、専用の特性を持っています。攻撃が若干上がるんですよね。そしてオメガルビーアルファサファイアでは、メガ進化も獲得したポケモンでございます。メガチャーレムいいよね。 MK さんのメガチャーレムとかメガフーディンとか、ああいうこうエスパータイプのメガ進化好きなんですよ。でメガチャーレムのデザインも超好き。見たことない方はぜひ見てみてください。てかメガチャーレム結構強いかんね。普通にめちゃくちゃ強いんでメガチャーレムって。わーっと倒せないか、取り口じゃさすがにきつい。はい、そしてレントラー10万ボルト、これはさすがにいける。あ、そっか、ギャラドスの威嚇でこれ攻撃1段階下がってたんだ、エンペルト。だから取り口の威力が下がっちゃってるんですね。はい、じゃあここは経験値もらって、相手はハッケイ、どっち、やっぱこっちだよね。ハッケイは格闘タイプの技で、うおっと、まあ、ヒッタ、マジか、追加効果を引いてしまいましたが、まあまあまあここは後で、麻痺直しを使えばいいでしょう。はい、じゃあもう一発、おーっと、あ、そっか、麻痺ったから素早さが低くなっちゃいましたね。レントラーが最速で OK 倒しました。麻痺か、よう食らったな。今ハッケーといえばリオールとかルカリオのイメージもありますけど、あとはハリテヤマのイメージもあるな。ポケモンとトレーナーの美しいコンビネーション、はい、お互いが助け合いパワーアップしてるね、でしょ、そう思ってる私も。はい、そしたらちょっと麻痺直しを使ってあげましょう。次ダブルバトルとかになったらちょっとあれですからね。はい、じゃあここは使っていい傷薬とかもこれ持っといてもしょうがないからガンガン使いましょう。はい、じゃあここは回復させまして、 PP エイダーとかはなんかちょっともったいない気持ちになっちゃうから、まあ四天王戦ぐらいにしよっか。はい、じゃあここはまた渡って、お、なんだ、え、こっち正規ルート、なんか正規ルートじゃないような気もしますけど、おっと、不思議な雨、ありがとう。正規ルートじゃないけど来てよかったですね。はい、そしたらここ1段階降りまして、上が正規ルートかな。はい、じゃあここはまたビーダルで波乗っていきましょう。そろそろ終わり、チャンピオンロード結構進んできたようなイメージありますけども。はい、でここ上行きまして、さっきのところ滝登りをして上行く感じか。おっと、戦ったか。さっきあなたは戦いました。はい、じゃあここの滝を登っていきましょう。大きな滝なら滝登りを使いますか、ゴー。なんかあれだな、ビーダルとビッパばっかになって、これはこれでうんって感じがするな。秘伝マシンってね、うわー、お前ドラゴン使いか、久しぶりだな。おい、行こう。なんかいろんなポケモンで使えた方が面白いような気もしますけど、もともと強いポケモンをさらにたくましく育てる、君に手伝ってもらうよ。若干カミカミでしたけども、ドラゴン使い戦っていきましょう。ドラゴン使いのタツマ、何使ってくる。おお、ガバイとか、なるほど、ガブリアスまではいかないけどという感じでしょう。うわ、ここレントラーじゃなくてエンペルトで冷凍ビームを打った方が早かったけど、まあこれは噛み砕くでいきましょう。サメ肌じゃないよな、ガブリアスのサメ肌って隠れ特性ですよね、多分普通のやつらは使ってこないと思います。まあそう、夢特性とかってよく呼ばれるんですけども、ちょっとね、特別なゲットの仕方をしないと、サメ肌のねガブリアスはゲットできないんですよ。だからこの子はまあ砂隠れだと思います。はい、じゃあここは噛み砕け、 OK、 当たった、砂かけ食らったけど命中逆ろうがなんだろうが当てちゃうんですね。はい、ということでガバイトに勝ちました。お、なんかそのマントかっこいいね。ね、マントのそのヒラヒラしてんのかっこよくない。勝てるわけがない。まあガバイト1匹じゃきついよ。確かにガバイトは強いポケモンではありますけど、1匹じゃね、やっぱり難しいよね。はい、ということで、お、
なんかある下。なんかありそうだな。はい、じゃあここ下、ない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 。さっきのところに戻るだけでした。はい、そしたらここは上に進んでいきましょう。正規ルートは、こっち側っぽいね。で、あなたこんにちは。戦っていきましょう。君のポケモンから君への信頼を感じる。私には君たちが輝いて見えるようでしょ。私もそう思ってるもん。みんなわかるね。見る目あるね。やっぱこの辺の人たちは。ベテラントレーナーのトーマ。使ってくるポケモンは毒クラゲ。おっと、レントラーが刺さりまくっている。なんだこのレントラーの刺さりようは。なんだ、どうしたチャンピオンロード。レントラー行ったら全然あれじゃん、楽勝じゃん。はい、じゃあここはまた10万ボルト打っていきましょう。と言ってもそろそろ PP が怪しいな。はい、じゃあ一旦毒クラゲは倒しまして、次なんかボルチェンとかにしよっか、抜群つけるとき。で、毒クラゲは結構耐久があるから10万ボルトじゃないときついかなと思ったけど、耐久、それはもう論外。だったらここはルカリオ、いやエンペルトでいきましょうか。エンペルトの波乗りが4倍弱点ですね。岩地面なんで、まあルカリオで波動弾打ってもいいですけど、耐えられて地震で返されたらもう元も子もないので、ここはしっかり波乗りでいきましょう。頑丈という可能性もありますが、どうでしょうか。エンペルトの波乗りどうだ。ここできれば頑丈、頑丈だ。だったらステミタックルかなんかを打ってきてほしいんですけども、おーっと、はい、頑丈で攻撃をこらえて、相手はヘビーボンバー。やばいこれ。全然食らわんよ。ヘビーボンバーって、あ、そっか、格闘だと思ったら違いました。はい、そしたらここはドリクチで最後倒していきましょう。波乗りの PP がもったいないですからね。はい、オッケー。いやでももう一匹いるな。はい、もう一匹何を出してくるんでしょうか。はい、経験値もらいまして、エンペルト、まさかのここでミラーマッチ。いやどうしようかな。いやでもエンペルトで、エンペルト戦っても特に有効打がないから、ここはレントラーに変えちゃいましょう。ごめんなさいね。なんかエンペルト同士の方が激アツの試合だったとは思いますけども、いやさすがにちょっと有効打がなさすぎる。はい、ということでエンペルト出てきました。相手は48レベル結構上がってんね。じゃあここは、うわ、正面から見るとかっこよ。エンペルトかっこいいよねやっぱり。じゃあここはちょっと、ナイス、アクアジェット覚えてるタイプね。はい、そしたらボルチェンでゴー。どう、倒せる。オッケー、ナイス。で最後相手が1匹だったんだ、相手が最後の1匹だったんで、もう別にねチェンジすることもないでしょう。はい、で経験値をもらって、おー、レベルも上がっていく。いいね、ガバイトそろそろ進化して、お、来た。ドラゴンクロー、これは確定で覚えさせないとまずい。そう、自信をね覚え損ねたんで、ドラゴンクローぐらいは覚えておきましょう。まあ、これあれば戦えるな。よし、で相手、おお、勝った、いいですね。なるほどな。お、何が、何かに納得したみたいですけど、私は何がなるほどなのかよく分かっておりません。でこっち側ぐるっと回ると、お、なんかあった。鋭い爪。鋭い爪はニューラをね、マニューラに進化するときに使うアイテムなんですけど、まあ今は使わないかな。そして今思い出したわ、ひどいでだ。なんで出てこなかったさっき。ひどいで、どひどいでですね。おっと、そしてここはまだ通れないんだよね。そうだな、今の君は強くなる、たくさんのポケモンに出会う、そのこと、そのことを考えるといいよ。そうすれば君の世界は今よりもっと広がるよ。そう、この先にもね道路がつながってるんですけど、それは殿堂入り後じゃないといけないので、まあとりあえず今は引き返しましょう。そしたら、あ、待って、その下か、正規が。だからこのベテラントレーナーの下行って、でこう来て、ここか、ロッククライムで登っていきましょう。でドラゴン使いだから、ちょっとこれ先読みしちゃって悪いけど、エンペルトに変えとこっか。だってね、ドラゴンタイプだったらレントラーじゃ何もできませんからね。はい、じゃあここ入れ替えで、はい、エンペルトに変えましょう。よーし、じゃあ早速ドラゴン使い戦っていきたいところではありますが、今回は時間的にこれぐらいで終わっておきたいと思います。よーし、じゃあ次回このドラゴン使いを倒してポケモンリーグなんとか抜けていければと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。